向井新たの動物日記愛犬、ロシナンテの災難は、2001年1月13日から3月17日に、日本テレビ系列の土曜ドラマ枠で放送された、テレビドラマ。主演は、堂本強で、平均視聴率は15.3%。大学の獣医学部を舞台に描かれる、学生や教授らといった濃い人間たちと、動物たちの起こす騒動を描く青春ドラマである。 なお、すすめ電波少年で同名のロバが出演していたので、初回の冒頭で、ロバではありませんと、アナウンスされていた。八王子大学獣医学部の学生にして、風変わりな青年、向井新は同期である、工藤道知留や、桜葉エミルと共に、浦島一郎のゼミの補佐に奔走する日々を送っていた。ある日、向井は、保健所に処分される寸前の政権の死なんてを引き取る、ことになる。 かつての主を失っても、懸命に面影を探すロシナンテの悲しみを理解した、新たに対し、当初は、堅くなだったロシナンテも次第に心を開いていく。ロシナンテとの生活に慣れていく中、浦島の下で獣医学の授業も次第に、本格化していく。ペットの病気と延命措置の狭間に苦悩する、遠藤春菜との出会いをきっかけに、新たは、 様々なペットと飼い主の境遇から人間と動物の関係に苦悩するようになり、次第に獣医を目指すことの意味さえも考えるようになる。同情や哀れみだけは動物は救えず、優しさだけでは動物を飼うことすらできないという現実を直視しつつ、時として動物を救うための力を手に入れるには、動物の命すら犠牲にしなければやっていけない獣医の 宿命を目の当たりにした新たは生まれ育った寺へ引きこもってしまう。新たを求めるロシなんての声に応じ獣医学部へ戻った新たであったが偶然にも道路に出た犬を救うため身代わりとなって引かれてしまい足が不自由になってしまう。体力勝負の獣医を目指し続けられるか否かという問題に悩む中、ロシなんてを介助犬として教育するという奇策にて解決を図る。ロシなんてが 介助犬として成長していく日々の中、新は生活を手助けしてくれる存在と友達を求めていた。少女と出会い、新はロシナンテを彼女に譲ることを決意する。自分はロシナンテなしでもやっていけると誓い、涙を飲んでロシナンテを送り出した。その後、新は無事に獣医となり、診療に励んでいたがロシナンテが運ばれてきたことに驚愕する。 少女を守るべく複数の犬と立ち回ったロシナンテは満身創意であり、最後の時は最愛の飼い主である新たの前で迎えさせてあげたいという周囲の配慮によって運ばれてきたことを新たは伝えられる。再び再会したロシナンテに対し新たは様々な思い出を振り返りつつ、ロシナンテにねぎらいの言葉をかけるのであった。ありがとうございます。